はい、どうも、ミルトです。ということで、今回はですね、久々にスカイウォーズやっていきたいと思います。はい、ということで、まあ、久々にね、スカイウォーズやっていくんですけど、見て、18人しかやってない。終わりだろこれマジで。スカイウォーズソロインセインがね、今時間がね午後の14時半ぐらい、まあまあ時間も時間ってのがあるけど、18人やばくない？まあ、とりあえずやっていきましょう。はい、ということでやってきました。でも相変わらず人はねまだ揃わないっすね。久々のスカイウォーズの動画じゃないですか、そもそも。だからなんだろう、てかなんか一人で動画撮んのもなんか久々な感じするし、あとこのスカイウォーズで動画撮るってのがマジで懐かしいってぐらい久々。俺最後にいつスカイウォーズの動画あげたんだろうなってさっき確認したんだけど、7ヶ月前それもなんか2分ぐらいの動画で、なんか何やってたかっていうと、マイクラ PVP 負けたら即終了縛りみたいな動画やってて、もうそれで2分の動画だったんだよね。多分ねこれ1試合ぐらいしかやってないんじゃないかな。1試合目で多分負けて終わるっていう動画で、ほんと舐め腐った動画だったんだけど、まああのそっからずっと、まあなんか YouTube で上げてる動画は、まあ俺がベッドウォーズばっかやってたから、本当になんだスカイウォーズをねマジでしてなかった。そんな感じで、まあちょっとね今回久々に話しながらスカイウォーズやろうかなと思います。ということで早速始まりますね。やっていきましょう。もう11人で始まるようになっちゃったんだ、やばいな。まあ、平日のねこんな時間に撮ってんのがあれなんだけど、今日平日なんよ、さっき言ったっけ。もう今日木曜日の昼だからやばいよね本当に。多分今やってる人とかって海外勢のもう夜更かししながらスカイウォーズやってる人か、もうあとはアジア圏の学校サボってなんだハイピクセルやってるような人しか多分今いないと思うんだよね。で俺もスカイウォーズまで久々だから結構ね鈍ってるかもしれないんですけど、まあやっていきましょう。まあ、やっぱあの日本のマイクラ PVP 実況者で多分一番スカイウォーズやってるんで俺が、ここは勝っていかないと本当にダメだ。もう1試合目から勝つんで今回、まあ見といてください。だからその人やりたいな。んー来んのかな、こう上からやっちゃう。でこうっすね、この人向けたら熱いよっていう、そういうお話で、ラスト一人ですね。もう余裕やん。はい、ジジイ。ということで1試合目はね早速勝ちました、ジジイっす。はい、ということで2試合目やっていきましょう。そう、こっからねちょっと雑談していこうかなって思うんすけど、もうやっとね長い長い春休みが終わって、まあ俺今大学2年生なんだけど、初めての大学生の春休みってのを経験して、あのマジで高校とか中学とか小学校とかと違って、大学生の春休みってマジでバカ長いの。ほんと1月の末ぐらいにその最後のテストが終わって、そっから4月まで休みだからね。で2ヶ月間ぐらいもう長期休みがあったの俺。やばくない？そのやばさって。もうなんか、もう一生このままなんじゃねみたいな感じで、俺ずっと遊んで暮らしてたんだけど、やばいね、この人来てった。いけんな。そう、だからそんな長い長いね、2ヶ月ぐらいあった俺の春休みが終わってしまって、ちょっとね、ほんと学校始まった時は鬱だったんだけど、まあ最近慣れてきたね、学校にまた。で、それも俺結構ね、グロい時間割りの取り方してて、いけるかな？奥の人が。してないのが結構かな。ほい、あぶね、イエス、あぶね。いや多分ねこの時間だからさ、強い人しか揃ってなさそう俺の予想なんだけど、よいしょ、ほい、はい、オッケー、ジジイ。まあ、てな感じで、まあ、新学期が始まってね、多分みんなも中学生から高校生になったりとか、小学校から中学生になったりとか、まあいると思うんだけど、どうすか新学期。俺マジで、俺の大学はマジで思んない。さっきすごい時間割れの取り方したって言ったんだけど、俺学校ね、月火水金土日ってさ、1週間があってさ、俺そのうちの3日間しか学校行かないんだよね。それが火水金の3日間しか俺学校行かなくて。で、まあ大学ってね、あの、わかんない人のために説明すると、時間割を自分で選べるの。で、まあ4年間大学基本
的に通うんだけど、その4年間の間に自分で好きなように時間割り取って、その中で合計124単位ぐらいあるんだけど、その単位をその4年間のうちに取ればどんな時間割り組んでもいいよみたいな感じで、まあ俺はすごい取り方したってたんだけど、本当に俺休みがないと死んじゃう人間でまあ別れても俺の視聴者だったらビルトは休まないとやっていけないっていうイメージあると思うんだけど、俺本当に土日だけの休みじゃ足りなくて、もう週3学校だから週4は休みなんよ俺って学校だから土日月木が休みで、俺基本的に 毎週3連休、土日月だからもうそんな感じで3連休があるんだけど、ほんとねこれじゃないとやってらんないんだ俺でもその代わり学校あるときはもうみんなもう小中の人と同じように朝から夕方ぐらいまであるっていう時間割で、まあ多分大学生からしたらそんな時間割の取り方下手くそだろうって思われるかもしんないんだけど、結構ね1から4限っていうえぐい授業をね取って、まあ頑張ってるって感じで、まあ日によっては5限までの授業もあるんだけど、まあなかなかね5限はあんまないから楽っちゃ楽なんだけど、まあ1から4限の授業を週3で取ってるっていう感じで、今のところ無遅刻無欠席でやらせてもろてます。うん、本当にマジで偉いから俺だから、もう朝6時半起きとかなの、マジで本当に大変で朝6時半起きで、しかも俺体を休めないともう本当に人生やっていけないもう性格だからさ、もうすごいのがだよ、6時半起きが確定してるから、俺本当にいっぱい寝たいし、いっぱい寝てもうパフォーマンス抜群の状態で俺学校に行きたいっていう感じの人間なんだけど、だからもうそのためにはまあ最低でも6時間寝たいっていう俺の心の中ではあるので、つまりこれは0時半から6時半の間寝れるじゃん、そしたら6時間確保できんの、だからまあ12時ぐらい日付が変わるタイミングぐらいでベッド入ったらまあちょうどいいんだけど、まあもうさゲームやっちゃうじゃん本当にゲームとかさ動画編集とかしてたら余裕で12時なんて過ぎんので、1時2時とかになってさもう大変だから、毎回毎日毎日寝不足の状態で学校行って夕方まで受けて、でそっから帰ってきて YouTube やんないといけないしみたいな感じの生活で、もうほんとねめちゃめちゃ大変だからなんだろう、基本的にもう俺学校から帰ってきた日はマジでその後活動できなくなるぐらい疲れてんだよね、家着いたら気絶するバタってそうだから本当休みの日、俺今日休みだったんだけど木曜日で教習所、俺車の免許も最近取ろうって思って行ってて、さっきまでねドリフトしてたんだけど教習所で、よいしょ、まあなんかそんな感じでね最近頑張ってます。だからもうほんとこういう一日一日の休みをね大事にして、 YouTube 撮れるときはいっぱい撮って動画をねアップしていこうっていう、そういう試みでございます。あぶねー。それで今日ね教習所行ってたんだけど、もう俺今日ね早速、いやもう教習所自体は何回も行ってんだよ俺、けど今日ね初めて教習官に急ブレーキ踏まれた。なんか教習所の車って運転席と助手席があってさ、で助手席にもブレーキがあるんよ、車を止めれるブレーキが。で、まあ、教習官が危ねえって思ったらそのブレーキを踏むんだけど、俺今日初めて踏まれて、俺もう運転何十回もしてるんだけど、まあ、まだね仮免とかじゃなくて全然教習所内で運転してるんだけどさ、初めて踏まれてマジで何踏んでんのとか思って、なんかその踏まれたタイミングも俺的には曲がるタイミングで、まあ、ウィンカー出して曲がるんだけどさ、その曲がる時になんて言うんだろうな、俺が道路に侵入するから、その車が来てないかを見ながら曲がんないといけないの。で、俺は右から来る車、あ、まあ来てないな、大丈夫だなって思って渡ろうと思ったの。したら、その瞬間よ、車来てて、やば、最悪。イメージマジここだわ。イメージここ。はい、曲がりますよ、ここで、みたいな。で、ここに、このまっすぐな道路があるとするじゃん。こう進んでる道路が。で、俺は、こっから横の道に出たいから、こう、左左折するんだけど、こうウィンカー出してさ、こう行こうとしてたの、こうやって。でも、車って、基本的にこの道路に出たい場合は、ここの道路たちにいる人たちが優先だから、こう、ちょっとずつ車体を出してって、こう、右をチラチラ見ながら、あ、来てないな、あ、今行けるなって思って、こう曲がっていくんだけど、俺、ここで、本当に見えなかったの。ここから来てる車が見えなくて、ここに、もう本当いい感じに、木があるんだけど、教習所の木があってさ、もううまい感じに見えないようになってるんよ、ここ。本当にちょっとずつ車体を出して、こう、チラチラって見て確認していくしかないの。来てない。曲がれるわって思って、フューって行こうとしたら、俺ここでガクンってブレーキ踏まれて、マジでこいつぶち殺そうかなとか思って。いや、やばい、怒られるって思って、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって俺めっちゃ連呼したんだよね。俺、教習所のイメージがさ、もうちょっとでもミスったら怒られるんじゃねって常に思ってるタイプの人間だから、もう怒られたくもないからさ、本当にミスしないように、マジで、怯えながら頑張って、
ってんの俺。てか今日初めてブレーキ踏まれて、あやばやっちゃったとか思って、ごめんなさい、すいません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 つって、マジでほんとすいませんの連呼。ほんとに今日大変だった。俺は戦ってたから今日めっちゃ。あと俺運転免許取るときってなんか適性検査ってのやるんだけど、何なのかっていうと、あなたはこんぐらい運転に適性がありますよみたいな検査なんだけど、あのみんなのあのテストみたいな感じで紙にやるんだけど、やってさ、まあその判定が出るわけ、 ABCD みたいな感じで、まあ別に普通は AB ぐらいじゃん、普通はね。けど俺何だったと思う、みんなちょっと予想してみて、 ABCDE の間で俺どれだったと思う。まあさすがにね、俺も車のゲームとかしたことあるし、マリカーとかもめっちゃしてたし、別にそんなめちゃめちゃ最低ランクぐらい適性がないっていうわけじゃないだろうなって俺は思ってたの。なんなら適性あるでしょって思ってたの。 D、 うん、俺 D でした。 ABCD 一番下が E だったんだけど、 E の1個上 D マジ終わってね、俺の運転適性で。だからもうマジでさ、なんかそれも書かれるんだよ、なんかその教習所内の生徒証みたいなのがあってさ、その生徒証にさ書かれてんの、この人はあの運転適性なんとかでしたみたいな。で俺 D でしたって書かれてるからさ、それ毎回さ運転するたびに見られるわけ、教習官に。ああこの人俺のこと D だと思って教えてくれてるんだろうなっていう、もうなんかこの気持ち、なんか D だと思われてるから、もうさ D だと思われてんだな俺はって思いながら常に運転してんの。俺はこの気持ちわかる。俺も男だしさ、もう男だから運転なんでさ、大体適性あるだろうなって俺は思ってたの。そして D よ、まさかの。終わってないマジ。ちょっと待って、これまずい。落ち着け落ち着け落ち着け、最悪なんだけど。いやーてな感じでね、まあ、新学期始まって、まあ、大学2年生になって、うん、運転免許をねやっとね教習所に行き始めたっていう感じなんすよ俺は。もうそんなもう激闘の毎日を送ってて、まあ週4は休みなんだけどね俺。まあ大体その休みの日は教習所があってみたいな感じで、まあ、結局ほぼ大体外にはいるんだけど、家の外に。そんな感じねやらせてもろてます。まあでも早速もうほんと今日教習所でちょっとブレーキ踏まれちゃって、俺ちょっと萎えて、うわーやらかしたーって思って、うわーマジだるーとか思って、もう本当に教習所引退しようかと思ったもん。俺本当怒られるの嫌いだからさ、マジ引退案件だった俺の中で。あ最悪、そのスキルとも終わってるマジ。ほい、イエス、まあ終わってる、オッケー。まあそんな感じのね新学期を送ってるわけよ。みんなはどうでした、学校クラス替えとかあってどうだった、クラス替えは。まあなんか配信とかで聞いてる感じ、まあいいクラスになったっていう人もいれば、まあちょっと終わってるクラスだわっていう子もいたんだけど、どうすか、コメント欄で教えてください、自分のクラスがどうだったか。可愛い女の子と一緒になれたとかね、聞きたいから。新学期で早速彼女できましたとかいるんちゃう、みんな。あでもみんなは彼女いねえか基本的にね。俺の視聴者って絶対彼女できないように設定されてるから。ああ間違えちゃった。俺の視聴者のたちはね、彼女できるっていうマインドにしてるんで、できるんで安心してください。だから彼女まだできてないよって人はね、チャンネル登録すると彼女できるんで。お前マジ危ねえ、危なすぎた原爆完全に。まあそんな感じで新学期どんな感じかね、ぜひコメント皆さんください。この人に勝って終わろうか、来るんちゃいますん。え逃げんの。まあちょっと相変わらずね、スカイウォーズはね割と負けより勝ちの回数の方が多くない？やっぱ安心した、俺ってやっぱスカイウォーズなんだなっていう安心感がめちゃめちゃある。さあ来んのかこいつは。まあちょっと警戒しつつ見ましょう。来てるね。エンパがあったら熱いって音したんだけど、エンパは相変わらずナッシングトゥーマッチ。落ちるんちゃーん、お疲れい、ジジイ。エンパ来たわ。はい、ということで今回はね、久々にスカイウォーズやってったんですけど、まあほぼね、雑談みたいな感じで終わったんですけど、どうでした？まあたまにはこういう緩いね、雑談動画もありなんじゃないかなと思うので、まあ好評だったらね、定期的に雑談スカイウォーズもね、やりたいと思います。そんな感じで、今回はここら辺で終わりたいと思います。この動画が面白かったらね、チャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。あとね、僕の X の方でよかったらお願いします。概要欄からね、X のアカウント飛べるようになってるので、よかったらチェックしてみてください。てな感じで今回はここら辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。